チャンネルをご覧の皆さん、こんちくわー。モーニング娘。実機メンバーの佐藤まさきです。はい、今回紹介するのはじゃん、バースデー T シャツ&リストバンドイエーイ。はい、このバースデー T シャツ&リストバンドなのですが、4月29日広島公演から発売します。イエーイ。はい、これなんですけど、ポイントがあるんですが、聞いていただけますか？はい、このここに13って書いてある下に MS って書いてあるの分かります？見えにくいかな。これなんですが、この私自身のイニシャルが入って、まさきさとって書いてあります。ここ多分気づくと思うんですが、ぜひここを注目して見てみてください。そしてじゃん、ここにハッピーバースデーと分かりやすく書きました。はい、それなのでぜひこれを注目して見てみてください。はい、ではぜひ春ツアーや私のファンクラブイベントでぜひ来てきていただければとっても嬉しいと思います。よろしくお願いします。バイバーイ。今日はスマイルエイジさんの新メンバーと10期9期でやる撮影なんですけど、スマイルエイジさんとあんまり関わったことがないので、やっぱりそこら辺も仲良くなったりとか、あとは10期の普段の生活とか、あとはそういうところを見てほしいなって思います。佐藤まさきです。趣味はピアノとバレエで、特技は乗馬とドラムです。はい、憧れの先輩はやっぱり新垣梨沙さんで、なぜ新垣梨沙さんだというと、やっぱりなんかすごい曲っていうか声が綺麗で、やっぱりダンスもすごい上手だから憧れです。今回の見どころはやっぱり10期がやっぱり一番新しいメンバーなので、すごいパワフルなとこを見て、ファンの皆さんに見てもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、で佐藤まさきさんは出身がここ北海道なんですよね。はい、はい、今日この後イベントがあるんですけど、私の出身地で初めてのイベントが出身地なのでとっても嬉しい。まさきさんは北海道出身ということなんですけれども、はい、皆さんで美味しいものを、はい、昨日今日食べたりしたんですか？はい、はい、毎日東京のものばっかり食べてたんですけど、久々に、昨日カニを食べたのですごい美味しかったです。